リング、タイファイトは、2010年からタイでスタートした、大規模なムエタイの大会である。日本総責任者は、センチャイジム会長であるセンチャイトングライセン。タイファイト2012ファイナルアットロイヤルプラザ2000年代に、入って、以降、経済成長が著しいタイでは、もともとは、賭けの対象で、貧困層のスポーツとみなされていたムエタイから、一般層が離れている傾向がある。 そこで、国技であるムエタイの流星を目指すため、タイ政府も協力し、より広い層に、エンターテインメントとして楽しめる競技を国を挙げて、目指して、タイハイトは発足された。大会の様子は、タイのテレビ局である3チャンネルで生中継され、トーナメントの優勝者には、賞金200万バーツとスポンサーであるイスズのピックアップトラック1台が与えられる。 2011年には日本を含む世界5カ国で大規模な工業を実施する予定である。試合には、タイ人だけでなく、世界中のナックモエが出場している。通常のムエタイは3分5ラウンド制だが、タイファイトでは3分3ラウンド制を採用。そのため、通常のムエタイよりもパンチの打ち合いなども多く、試合がアグレッシブなものとなっている。タイファイトのプロモーターであるアカポン・アンマニーは、 タイファイトではタイファイトのスタイルで試合をすべきであり通常のムエタイスタイルの試合は嫌いだそういう試合をする選手は試合後に呼び出して注意するという胸の発言を日本のメディアのインタビューでしている選手は黒か白のいずれかの色の同じデザインのトランクスと黒か白のグローブを着用して戦う大会の開会式では古式タイのイや タイの音楽の演奏などもあり、エンターテインメント性が高い大会となっている。ありがとうございます。